放射能健康診断を求める参院会館内集会始めます。目処として、4時過ぎぐらい、5時から今問題になっております仙台原発の再稼働に抗議するために九州電力の東京支社に、皆さんで伺いたいというか抗議に行きたいと思っております。その時間を考えてですね、4時過ぎぐらいをめどに約1時間半ぐらい集会を開催します。今日の主要なテーマは請願の中でも非常に強調されておりました甲状腺がんの新しい局面、新しい情報について高松医師から詳しく報告を受けたいと思っております。その上でこの間の福島との戦い、医療側さんが頑張った知事選挙も含めて福島での新たな運動、そして今日の交渉のまとめなども行って今後の方針についても議論できればいいなと思っております。ではまず最初に高松さんから甲状腺がんの健康被害についての報告をよろしくお願いいたします。はい、高松と申します。よろしくお願いします。今日ご苦労様です。昨日ちょっと甲状腺がん会の10周回というのが宇都宮でありまして、で70人ぐらいの方が、科学者と、医療者と市民とで開催をしました。そこでの議論も踏まえてご報告したいと思います。で甲状腺がん103名ということでなりました。そのことについては私どもその医療問題研究会ということで今日も一緒に林さんとおさせてもらってます。みんな大阪を中心なんですけれども、みんなで考えておのおの分担をして分析をして、そのみんなで考えた結果でいろんな分析をして、その結果で到達したところの報告として高松がという報告させていただきます。で一言で言うと甲状腺がんの異常多発と健康障害で高い手術実施率ということを先ほど交渉の中でも言いましたけれども、今までは取るに足らない将来10年20年後に出てくるがんが潜伏期にあるがんがあったということを言ってたわけですけれど、そうではなくって非常にこう転移もしている重症な臨床がん発症しているがんが多発しているということが、今回ははっきりしたというのが8月24日の県民健康管理調査の、結果の中身の一番大きなインパクトになる内容だと思います。それについてはほとんど向こう側は、指摘はしないし、認識を持っている人は持っていると思いますけれども、言わないということです。で今こそ結果として今後も多様な広範な健康障害が出てくるでしょうから、健康診断要求が大事になっていることが結論になると思います。で私どもはちょうど2011年のこの秋にですね、低線量被曝、内部被曝の危険性ということで100ミリシーベルト以下の低線量であっても健康障害が起こる、がんが起こるし、がん以外の妊娠の異常や出産の異常、そしてさまざまな健康障害が起こるということを、検討して、私どもびっくりしたわけですけれども、そういうことについて報告をします。同時に可能な限りどの程度かで避難するかどうかということを前を人たちについて避難の根拠を、整理していただくための材料ということでこの本を出します。その中でも低線量の被曝が非常にあるということを、危惧したわけです。でもう一つは今の日本の汚染の程度ですけど、日本政府が唯一認めている汚染状況があります。 I-131 の汚染というのは隠されてしまっているので、さまざまなことが言われ、初期被曝のことが少しずつは出てきますけれども、全体像は今のところ隠されているという状況です。これはセシウム130と137の航空機モニタリングをした時の結果で、2011年秋の成績です。でこれが福島で東日本の地図です。ここが原発があって、で、この赤いところが汚染濃度が高いので、順に黄色になり、グリーンになり、青になり、そしてモスグリーンになって茶色になっていくと汚染濃度が低いで、結論から言いますと関東地方も含めて群馬県から栃木県、それ北半分と埼玉や東京にこの流れですね。でもう一つは、千葉、茨城、南に来た流れ、北に行った宮城県から岩手県、こういう流れについては、ここについては、4万ベクレル per平米を超える汚染地帯になっている。日本ではその原発事故までは、この4万ベクレル per平米という
あの濃度があれば放射線管理区域といって、そこはいわゆる人が入ってはいけない区域と言われています。で今でもまあこの法律は法ではあるわけです。ただあの国は原発事故の後緊急事態だからこれは適用しないと言ってますけれども、まあ、法令が現実それを守るなら、日本が法治国を守るなら、この地域は、だからこの色でいうと、このモスグリーンぐらいまでの色なんですけれども、この色については、人々は住んではいけない、そこでは生活してはいけないという形になります。そしてそのこの面積は 2万平方メートル、非常に多いですけど、1000万の人口が該当するだけの人々が住んでいるエリアだという。だから1000万の人々が本来日本の法令を守るならば、そこで生活していけない、避難しなきゃいけない状況にあるとか、それがまあ到底日本政府はできないことを思ったわけですから、ほとんど多くの人を見捨てて、そこで日々子どもたちが生活をするという状況にあるということです。でこの4万メグルパーヘイベというのは、チェルノブイリ事故による健康被害が起こった一つの目安の濃度でもあります。チェルノブイリ事故ではこの1キュリパーヘイ5キロと言いますが、このベクレルパーヘイベにすると3万7000ベクレルパーヘイベをというのとほぼ同じです。これを超える放射線濃度は、ロシア、ウクライナ、ベラルーシにおける総死亡の 4% をするのが原因だったということを、チェルノブイリ被害の全容という中でヤブロコフという人らをはじめとしたこのチェルノブイリの方、2011年にニューヨーク科学アカデミーというところから発表されたチェルノブイリの健康被害を伝える、まあ、今バイブルのように読まれている本です。でこれが、まあ、出るのに2011年ですから、1986年から25年の時を経て出なければならなかった状況があるわけですけれども、その一つの決定的な汚染濃度がこの濃度だった、総理から率を押し上げる決定的な要因になったということで、チェルノブイリ法ではこの1キュリパーヘイ5キロが汚染の濃度という形でなされています。これはチェルノブイリ法でいう汚染地域とそれの濃度と日本の区分濃度を比べています。日本ではこの、 2011年の12月にレオン状態になったということで、当時野田内閣はこの3つの避難指示解除準備地域が20ミリシーベルと達しない時期ですね、50ミリシーベル以上は帰還困難地域、その間を居住制限とします。ところがチェルノブイリ法でいけば、いわゆるこの権利の1ミリシーベルと万年が移住できる権利を獲得する。それが濃度でいくと 5キュリパーヘイ5キロですから、まあ10、ごめんなさい、ここが、1000です、1000ですから18万から55万ですね、ここが4万です。だから3万7000ベクレルパーヘイベイが1キュリパーヘイ5キロ、まあ1ミリシーベルと切るところですけども、そこを汚染の地域として管理強化を始めます。それの5倍の濃度のところで、1ミリシーベルとパー年に達して、そこを移住の権利ゾーンで、5ミリシーベルとパー年になれば住んではいけない、そこはもうゾーンとして人は永久に立ち入ってはいけない地域になる。そのゾーンに日本では人々が現実に住んでいるという状況にありますから、まあ、健康被害が出てくるということは、まあ、これを考えても、まあ、予測はつくわけです。で実際その今日の話は放射線検査の現在の県民健康管理調査について申し上げます。で発生するはずはないが不満をなくすために始めたという調査として行われます。ですから網羅的にするんではなくて、不満をなくすための対応として、まあ、最小限をしたということですね。で18歳以下の人にする、だから19歳以上の発生率でいけば子どもは高いですが、人口が多いので19歳20代30代の甲状腺がんは検査の対象から外れています。それと甲状腺がんだけの検査なので、甲状腺と慢性甲状腺がんの甲状腺機能検査が入っていません。チェルノブイリ の本の中でヤブロコフは、1例の甲状腺がんがあれば1000例の甲状腺の異常が起こる、まあ、1000例はたくさんだというんですけれども、そういうことを言っていますので、そういう甲状腺検査の異常は当初から省かれています。そういう限界がありますが、しかし18歳以下の全住民を網羅する検査としてはいろんな状況が出てきます。でそれをまあ見落とすべきではないと思います。で5ミリ以上の結節もしくは20ミリ以上の濃厚があるものは、いわゆる B 判定として、精密検査に回されるんですね。精密検査の中でそれで、これが本来がんが疑いだと思ったら先進吸引細胞診といって検査をします。そして、そこでがん細胞が見つかるとがんに診断されるわけですね。でこのがん細胞がこの要するに肺がんが考えていただくと、いわゆる内視鏡をして、ハイバス投稿をして噛んできてがん細胞があったらもう肺がんですよね。それで治療するわけです。抗がん剤を飲んで手術を
されるわけです。でこれは当然がん細胞が見つかれば 95% 以上あのがんであることは確かだというのが国際的な見解です。さらに、福島県立医大の今回の成績では 98% が甲状腺がんです。ですからがん疑いという表現はがんである実態を過小評価するための表現になっています。ですから前例講義につければがんと考えるべきだと思います。一例だけ手術をして陽性腫瘍だった104人の中で一例だけ違っただけです。そしてまあこういうわけで、検査をします。超音波検査をします。しこりがあって5ミリ以上の結節か20ミリ以上の嚢胞があれば二次検査に回せます。二次検査が必要な人は、超音波検査と採血とおしくの検査をして、で脊髄細胞診をして、でそこで、がん細胞が出れば甲状腺がんになる、こういう検査ですね。でそれで実際103人の人が、見つかったわけです。2011年原発事故の年には14人、翌年の2012年、主に中通りをした検査の時は54人、2013年の浜通りの南東部と会津地方をしたところでは35人が見つかっています。この格好の中、手術例で現在57人の先ほど話が出た手術例がある。最初の年は12例、ほとんどが手術されており、この時も8割ぐらい手術ですが、まだ十分結果が空いてませんので、手術例は4例です。一時受診率が 80% で 100% 受けているわけではありません。福島の人に聞きますと、もう甲状腺この検査そのものが親として任せられない。福島県立医大、先ほど申しましたように、便秘判定判定って書いてきますけれども、それ以上のことがわからない。親としてそれ以上知りたくて子供を守ろうと思っても、情報公開をかけない限り出てこないという状況で、子供を守るためには結局別の医療機関でもう一度受けなければならない。もしくは福島で受けてもそれはもろもろされるんじゃないかと思っているので、他の県、新潟県に行ったとか山形県に行ったって自費で受けている方がたくさんいらっしゃいます。そういう結果でここは8割しか受けてられない。そういう中で二次検診に回された人が、1000人いてて7人ぐらいですね、ぐらいが二次検診に回されて、そのうち2011年2012年は8割の結果出てますが、2017年はまだ7割5ぐらい、4分の3しか結果が確定しているんだという状況、全体として7割しか結果が分かっていない。だからあと3割とか出てくるとこの数字が大きく変わってくる可能性があるということです。で、1年目にここ原発事故があって、1年目はこの原発の近くの13市町村だったと思うんですけどにします。2年目が浜通りにして、北福島と小金本松と本宮ですね、それから郡山、白川などの南部地域の中通り、それから3年目に浜通りの南東部、須賀川も入れた南東部と北のところと、それから会津地方をする、こんな風に指定されています。で、これが中通りの、中通り結構多かったわけですけれども、16万人にして 85% の人が一時検診を受けています。で、54人でこの赤の数字が甲状腺が54人で41例が手術例です。そして注目はやはりこの中通りが結構高い。この中通りの二本松や本宮に行くと1万8000人の人が受けて、そして11人の人が甲状腺がんが分かっている。ただ二次検診がまだ9割ですから、あと 10% ぐらいを超える可能性がある。この11例が1万8000人からですが、単純に割ると1652人に1人の甲状腺がんが見つかっている。先ほど申しましたように、この甲状腺がんの9割、94% は11歳からの子どもたちです。ですから9割は11歳の子どもたち。で、県民健康管理調査のこの1万8000人のうちの半分は0から10歳です。11歳から18歳というのは、4割ぐらいなんですね。そうすると、ほとんどの人が、この半分の人口から、この 94% が出ていると考えると、ほぼこの倍になるんですね。830人ぐらいから1人見つかっている。11歳から18歳の年齢でいけばという。そうすると中学校区に1人ぐらい見つかってるよというのが福島の、木戸公衆学会で福島のドクターの感覚として、中学校区に今1人甲状腺がんが見つかるぐらいになってるという話が出ていましたけれども、そうです。例えばこの白川であっても2057人に1人見つかる、そのとおりそういうことですね。で、実際これがほとんど 94% が11歳以上ですから、小学校低学校高学年から中学高校で見つかります。その人口でいけば半分ですから、1000人に1人ぐらい見つかる。言ったらほんまに学校単位で見つかってる。これがこのまま甲状腺がんが今後さらに増えれば、クラスに1人見つかるようなことが、
もう将来もうその数年後には起こってくるかもしれないというような緊迫した状況にあるという認識を持たなければならないということだと思います。でもう一つは今回会津地方が7月あの8月24日で開きました。会津地方は、まあ、あの南東部のですね、浜通りの南東部の岩木市6万の子どもたちの人口があって、76% の人が一次検診を受けておって、82% の人が二次検診の結果が分かっている人で、19人の補助線が見つかっています。それから会津地方は会津若松が人口が多くて、それ以外の会津地方と合わせると、まあ、これだけの合わせて4万8000ぐらいですか、4万9000人ぐらいから、まあ、いたら各々5人4人で9人の甲状腺がんが見つかっています。ただここではまだ二次検診が6割ぐらいしか終わっていませんので、もうこの倍ぐらい出てくる可能性もあるんですね。ですからまだ暫定的な値ですけれども、まあ、35人で4人が手術されている、こういうことで あります。でこれが第一の今回のポイントで、手術実施率が極めて高い重症な甲状腺がんが多発しているということの証拠です。でこれは2011年の手術した患者さんを一次検診を受診した患者さんで単純に割って10万人あたりの手術実施率を求めます。2012年です。2011年はこれはまだ全体が6割ぐらいしか二次検診の結果が確定してませんので、これはもっと大きくなる可能性があります。ですからそれを比べます。でまあ、日本の、まあ、手術実施率の一応標準語ないので、国立がんセンターの今症状で見つかるがんですね、先ほどから潜伏期といってがんがあります。で症状が起こる前に、まあ、育ってきて潜伏期といいます。症状としてしこりが触れる、リンパ節転移してるから分かる、圧迫してるから呼吸に気管を圧迫するとか、神経圧迫して左声、声がかすれてきたから分かる、その状態で症状としてのがんが発症します。そして治療に入る。その段階の今までは潜伏期があるがんで症状もないのに超音波検査したから分かってた、こういうわけですね。そうではなくて、このがんは症状として見つかったんです。だから症状で見つかったがんはそれは重症のがんなんですけども、それが10万人あたり15歳から24歳の平均は日本では10万人あたり 1.1 です。全員が手術したと仮定します。だから手術を全する必要はないんですが、全員がしたと仮定して、それを日本の平均的な手術の実施率と言います。10万人に 1.1 です。それが、浜通りの最初の2011年は10万対、まあ、30ぐらいになるわけです。で2012年は10万対15から17ぐらいになる。で日本の標準の十数倍から、まあ、20倍から30倍という高い手術をされているという実態になる。非常にこれは大変なことで、福島の子どもたちが非常に大変な手術を受けているという事実です。でこれはがんの重症な臨床転移している重症がんの多発ということになるわけですけれども、もしそうでないとしたら、先ほど林さんもおっしゃられたように、本来この程度であっていいものを過剰な障害をしているということになる大変な事実です。でこの点について県民健康管理調査という公な第三者も入って検証する場では鈴木さんは言いませんでした。そんな場で言うもんではない、学会で言うんだと言って彼はその場の発言を避けたわけです。で彼は、その健康管理調査が8月24日あったの4日の、日本がん治療学会で報告をします。それは私どもも聞く術がありません。共同通信の記事がそのことを報道しているのを間接的に知るしかありません。そのこと自身が不当な事実です。やはりそのことの事実について客観的に第三者が検証できるということで行われたこそ、このような重大なことはやはり正しいかどうかを判断できる。そんな検証、第三者の客観的な事実検証ができないという状況の中で、一方的な、それも限られた人にだけ発表するという非常におかしなことが行われたわけですけれども、その中ですら57人の手術した、検出体が手術54人した。そして8割の人は、45人は腫瘍の大きさが10ミリ以上、10ミリ以上を、まあ、言うたら普通、まあ、10ミリ以下のがんは微小がんというんですね。大人で言えば微小がんというのは小さながんだから、症状がなければ、まあ、最近はもう手術をいきなりせず経過観察をして、それが大きくなってくるとか悪性な所見を強めた段階で治療に入ろうという考えが強くなっています。そういう意味で10ミリ以下は微小がんと言いますが、だから10ミリ以上を、まあ、通常の大きながん成人でるので、子どもをそれに準じて10ミリ以上が、まあ、重症ながんと考えれる。それが
いわゆる転移しておったリンパ節、近隣の横のリンパ節や少し離れたリンパ節、他の臓器というのが大が癌です。肺のが肺がんに転移してた、肺に癌転移がしてたということです。そういう意味で重症な癌だったということを言って、診断基準は全て手術するレベルで非常にほっとけない重症な癌だったということです。で9例は10ミリ以下の微小がんだったけども、7人は腫瘍が気管に近接の近くだった。だから放っとくと将来気管のところで大きくなって呼吸困難に陥るような圧迫をするから放っとけないので切ったということですね。そしてごめんなさい、そして2人は経過観察で良かったが、家族と相談すると、家族が手術してくれという意向だったので手術したということです。で54人の9割が甲状腺の半分の手術をした。1割の人は全部取ったということですね。5人は全部取ったということです。でそのようなことがこのような形で言われています。で、共同通信でも手術しなくてもいい症例を手術したんではないかと言われたので、データの公開を求めている中でこういう発表があったという背景を報道していますが、本来ならば堂々と第三者が検証できる公開の場でデータを出すべきです。そのことをせず学会でこそっと言ったということそのものがおかしなことだと思いますが、そういう状況が今回、明らかになった。そのことは、だから10名超えてきているわけですね。ご紹介しました多数のエコー検査をしているせいで子どもの甲状腺がんが多く見つかっている。で精密検高いエコー検査の超音波検査が精度が高かったから見つからなくてもいいものまで見つかったの。長期間放置しておいても何の症状もないものばかりを見つけてるんだ、そのような説明をしてきた。だから放射線によるものではない、安心してください皆さん、そう言ってきたわけです。そのようなことと今回のがん、の可能性が極めて高い子どもだけに精密検査をした、すぐ手術をしなければいけない子どもだけが手術を受けてるんだという説明を今回はしたわけです。全くこの時の今まで、特に足らないようなものだ、放っておいてもいいものを先に見つかっただけなんです、安心してくださいと言ったことではなかったわけです。真っ赤の嘘なわけです。そのようなことを言っておきながらそれをさらっと言ってわからないように済ませてしまう、それをまた何ら追及のない、専門家会が行われるということ自身が大きな問題だと思います。で分かったことは、57年もの甲状腺がんは転移して明らかに悪性度の高いものや局所の浸潤症状のある患者であり、臨床的にがん患者であったということで、今まで言っていた手術教育の説明とは違うということですね。これが今回8月24日に行われた県民健康調査の一番大きなポイントだと思います。手術例の重症ながん患者の多発だったということを県立医大そのものが認めた。ただそのことについては言及せず済まそうとしたということです。で、もう一度申し上げますが、日本の症状で見つかるがんの平均に比べて十数倍から20倍30倍高い実施率が福島の子どもたちで行われている。これは極めて異常な事態だということです。2つ目はごめんなさい、がんの多発ということで、ごめんなさい、どうぞ。ここですね、従来岡山津田先生らがおっしゃった発症率といって、2011年の浜通りの13市町村、それから日本松中通りですね、福島市、それから日本松の郡山白川市など他いわけでずっと並べてみて、日本の標準になる全国の国立がんセンターの発生率と比べて何倍高いかということです。この2011年度のもう一つ、今回はがんの潜伏期間というので、そのがんが発症してから症状が発症するまで最低期間で1年だということが今言われているので、今回のがんは放射線に起因すると考えて2011年事故から1年目の検査は1年で発症していると考えましょう、2年目に見つかったがんは2年で発症していると考えましょう、3年目で見つかっているがんは3年と、一応仮定してそれを当てはめてその発生率を補正して求めますという形になっていますが、それで見ると2011年浜通りは60倍高い、そして日本松や本宮の浜通り、これ中通りの日本松本宮ですね、それから白川、これは40倍60倍高いという非常に高い率です。肺がんが例えばタバコが肺がんを起こすからがんのリスク因子として高い、放射線よりタバコのことを気にしなさいという話を、よく言うわけですが、それは 10倍ぐらいです。
肺がんを起こす、毎日1箱タバコを吸って、その人が生涯をとって肺がんを起こす確率で10倍高くなる、あのタバコを吸わない人に対して、それに比べてはるかに高い確率です。もう通常ありえない高い確率ということが分かります。で、3つ目はですね、この今回福島全体が高い発見率であったということは、このようにですね、この2011年が浜通り、2012年が中通り、2013年が会津地方も含めた浜地域です。で、この会津地方も含めた地域が浜通りも含めた地域と発見率でほとんど差がなかったから、これは放射線の影響ではありません、そう県民健康管理調査の後福島県やそういう人たちは言い出したのです。とか、それはそういうことではなくって、福島全体がもはやチェルノブイリの時に山下さんらが最初症状で見つかってたんですが、途中から超音波検査を入れて1991年5年後から検査をします。その時の超音波検査で見つかった発見率というのはベラルーシのゴメリーでは10万対200ぐらいですが、それ以外の周辺地域では10万対、まあ、20から40ぐらい、ちょうど今の福島と変わらないですから、今の福島は福島全体としてチェルノブイリの一部地域に匹敵するぐらいの高い発見率があるということになります。ですから決してそれが福島の中で地域差がなかったから放射線禁制がないということで安心できる材料ではなくて、逆に福島全体がチェルノブイリの周辺地域に匹敵するぐらいもはや甲状腺がんの多発があるということを教える事実だということ。それはまあ福島全体が汚染されてた、まあ、これはセシウムだけですけれども、まあ、会津地方を含めてこのモスグリーンですから、先ほど申しました4万ベクレルパー平米以上の地域が放射線管理区域にしなければならない地域は会津地方を含めてありましたから、そういう意味で福島全体が残念ながら汚染されているということを意味する事実として考えなければならないと思います。決してその放射線の影響でないということを意味する事実ではないと思います。でもう一つは、これは、林先生らが、まとめられて、津田さんと共に作られたようですけれども、チェルノブイリで、この前、朝日新聞が今、福島県版だけ、山下氏の見解を載せたり、鈴木氏の見解を載せたりしています。で、朝日新聞はその福島県版だけで、福島の人が送ってください。その中で山下氏は、いまだに、スクリーン効果という言葉は使われませんが、無差別に検証するから見つかるんですということを言っています。それはこれはそういうことではないということを否定する事実。チェルノブイリであっても暴露がなかった地域、もしくは低い暴露であった地域ではですね、7万人をして1人しか甲状腺が見つかっていません。もしこれがいわゆるそういう放射線禁制によるものなくって一律見つかるなら、こういう7万人の中からもっと高い発見率があるわけですけど、そういうのはなかったんですね。で、同時に福島版の朝日新聞では山下氏はチェルノブイリで汚染された地域では、事故後20年以上経った地域ではがん登録の数倍見つかってるんですということを書いてる。それは汚染された地域ではその後にもわたって甲状腺がんが発見されているということを意味するのであって、決してそのスクリーン甲状腺の超音波の精度の高い検査をしたら発見するということではないのですが、そういうことを書いて報告を彼はしていました。で、これはもう一つ、日本県の山本さんという人が、頑張って、放射線が原因だということを言おうとすると、放射線を受けた強さと、甲状腺がんが発生する強さが比例関係になるということを、証明するのが一番いいわけですね。それはなかなかデータが公表されてないので、今福島で汚染がどの地区にどれだけあったかというのは、測定もされなかったし、一部されたデータも隠されているのでなかなか出ない。そんな中で、なんとかそれを垣間見ようということで努力をして、最初に注目したのは外部線量の推計というのを、最初4ヶ月福島県の人たちに行動調査します。で、どこにどれだけの時間生活しましたかということから、あなたは外部被曝線量をどれだけ受けましたということを出した調査がある。それの市町村ごとの、それの外部被曝線量の平均値と、その市町村のこれ5月の段階での甲状腺がんの発見率、有用率をこう書きますと、こういう被曝の少ないところではがんの発生率が少なくって、被曝が多くなるとがんの発生率が上がるという直線関係があるということを彼は見つけました。彼はさらに今、小学校区のセシウムの汚染の濃度と、さらにこのがんの、発見率が、
関係があるということを、まあ、踏み込んで、まあ、検討しています。それも近々報告をされると思うんですけど、非常にこういう限られた情報からも甲状腺がんが放射線汚染によるものだということを、まあ、示すですね、事実が、これは限られた事実ですので、こういうことからも言えるわけで、こういうことから言えば甲状腺がんが放射線と関係がないなんてことは言ってはならないことですし、むしろそのことがあると考えて詳細な調査を踏み込んですべきだということを意味しているんだと思います。でもう一つは、まあ、多様な健康障害が起きているということで、これは疫学調査で、双葉町の井戸川さんらが、岡山大学の津田先生らに依頼して行われた調査で、これは2012年の11月に行われた調査です。住民のに聞き取りです。で、要するに事故から1年半後の調査というところが一つです。それで地域が3つあるんです。福島県の双葉町、要するに事故があったところですね。でまあ、全町避難をした町が双葉町です。汚染があったけど避難をした。で、宮城県の丸森町というのは汚染があったけれども、宮城県でもあったので避難はしてない、避難はしなかった地域です。で、滋賀県の犬本町を対象地域としてコントロールとして、被爆もなかったし避難もしなかった地域として取ります。で、おのおの双葉町は3800人ぐらい、丸森町が640人ぐらい、木の本町が3800人ぐらいの人たちで、合計で8300人ぐらいの調査です。これぐらいなら町の財政で簡単にできる調査、そういうことからも健康被害が起こっているということを見事に示しておられます。で、この調査が今ここはいわゆるこう被爆があったということとおっしゃいました。ここは被爆があったが避難してるしてたんですが、この2つにあってこちらが良ければそれは被爆によるものだということですね。で、こちら高いけれども避難したところに少なくて、避難しなかったところに高ければ、まあ、避難したことが意味があるということが分かるだろうという、そういうことをなんとか結果から、まあ、見つけたいということを目標に明確にした調査で、これは非常にそういう計画がしっかりした調査ということで、県民健康管理調査でも被爆したところだけを続けてもどうかは確かに分からないですね。比較したところと比べるというのが、まあ、大事なわけですけど、最初からそういう計画を、まあ、意図的に県民健康管理調査というのは、まあ、避けてるんだと思います。で、この調査の結果で、2012年の秋に数日間だけ体の具合のところを聞きます。たった数日間です。それが、木の本町を位置として丸森町や双葉町が何倍あるかというところですけど、鼻血は丸森町で 3.5 倍、双葉町で 3.8 倍あるということで、鼻血は明確に高いということが1年半経った時点でも高いということが分かる。これ鼻血はおいしんぼ事件で非常に話題になって、いわゆるこう健康障害がさまざま起こるということの、まあ、象徴でしたし、まあ、そのことをまあ躍起になって向こう側県立医大も含めて安倍首相が県立医大に乗り込んで大丈夫だということを言うほどに、まあ、なったわけですけれども、まあ、それこういう話一つとってもあります。それから吐き気についても日の本町が1に対して丸森町が 2.6 倍、双葉町は 1.8 倍で、それは統計的に意味がある。疲れやすいということについても丸森町が 1.3 倍、双葉町は 2.3 倍高いということが、わずか数日間の調査で、住民の人は高かったと報告をしています。で、これは原発事故から1年半の間に新しく発症した病気がどうでしたかということを聞いています。で、木の本町位置に対して丸森町や双葉町が何倍高いか、肥満については双葉町は17倍高いという結果です。それでうつ病など心の病気は14倍高い、で狭心症や心筋梗塞は、まあ、丸森町で4倍、双葉町で 2.4 倍、風邪については丸森町で 2.5 倍、双葉町で 4.3 倍、喘息については、まあ、双葉町は10倍、移住者病気については11倍高かったという結果が出てますので、さまざまな病気が、いわゆる 原発事故後1年半の間に、まあ、高く、まあ、発症したということを住民の人は回答しているわけです。このことの中に発症したことのまあ、可能性を強く示している部分があるわけですね。そういうことについて多様なさまざまな健康障害が、まあ、起こり始めて起こっているということをもって、十分な対応しなければならないということを教えるデータなわけです。で、これはもう一つ、チェルノブイリの時にもそのようなことは示されています。チェルノブイリのベラルーシの、これは科学アカデミーが出した成績で国としての成績です。チェルノブイリの事故が86年ですから、事故後
10年目とそこからさらに3年、だから随分経ってから、事故後10年、13年という時点で子どもたちの健康がどうだったかということを聞いています。被爆したグループは汚染地域に居住した133人の子どもです。で、対象グループというのは、まあ、汚染が少なくて自然放射線だけの地域に居住した186人となっているんですけれども、それより近くだったということには変わりはありません。そして被爆グループの過剰年間実効制限というのは2ミリシーベルト前後までの、その高い制限ではありません。こういう子どもたちが事故後10年13年でどうなっていたかということですが、まあ、この高い汚染度があった地域は事故後10年で約 72% の子どもさんが健康の状態が異常だと訴えて、さらに3年後その健康の異常は増えてくる。汚染の少ない地域でも 45% の人が、約半分の人が健康状態異常があって、3年後には 66% 増えてくる。だから特徴は事故後10年を経ても異常があって、それはその3年後に増えてくる、さらに増えていくということですね。それ以外の、まあ、頭痛であったりとか、めまいであったりとか鼻血であったりとか、いろんな症状についてそういうことが、まあ、認められていることがこの報告がしてきちっとこういう汚染の高いところと低いところを比べるという計画ですると、まあ、こういう差がしっかりと認めることができる。わずか200人がしっかり追うという200人弱の子どもさんをしっかり計画を持って追っていくということで、こういうことを明らかにすることができるということです。これはウクライナの政府報告書からですけれども、被害地域の方の日本語訳を借りています。でこれは白いガラムは1986年の事故から6年後の1992年に始まって2008年までの約16年間を見ています。白のガラムは慢性の病気のない子どもたちの比率で、まあ、いわゆる 20% だった子どもたちの比率がだんだん 10% 以下ぐらいに減ってきますと同時に、この黒いこの柱はですね、慢性の病気を持っている子どもの率で、これはパーセントですが、2割がずっと増えてですね、事故後6年目から増えて、事故後10年、15年で8割の子どもたちが慢性の病気を持っているということになります。ですから、まあ、ウクライナの子どもたちを報告した NHK の方なんかによっても、8割の子どもたちが病気があって、50分の体育の授業が成立しないということがよく言われますけれども、健康障害というのは、その場で終わるのではなくて、年々それがさまざまな形で子どもたちを蝕み増えてくるということを、まあ、これは意味しているわけですね。ですから今後も多様な健康障害について長期にわたってフォローと対策できるということを意味していると思います。ですから甲状腺が現在多発しているということは、今後さまざまな健康障害が生じるということを示しています。当然甲状腺がんが見つかりやすい、まあ、稀ながんなんで見つけたときにそれが分かりやすいところ、それから放射線で非常に起こりやすいがんとしては白血病、頭の腫瘍、リンパ腫などが起こりますから、こういうのが次に出てくるでしょう。それから大人の甲状腺がさまざまながん、乳がん、肺がんとかです。で、昨日の甲状腺学会の報告でも、WHO の2013年のヘルスリスクアセスメントという報告があります。その WHO 報告でも、WHO は甲状腺がん、白血病、そして乳がんについては多発するであろうということをその中で書いています。あそこの国連看護報告というのは健康評価はしていません。リスクアセスメントはしていないので、ただ影響は少ないだろうと書いているだけなんですね。で、WHO の方がそういう報告を、WHO の報告はさまざま限定があり、過小評価ですけれども、そういうような報告ですら、甲状腺と白血病と乳がんは多発するということを、まあ、書いていたということを、昨日の厚生学会でも報告があります。さらに心臓病の病気などさまざまな健康障害が起きるでしょうし、次世代の影響として流産、低出生の体重や携帯異常も起こってくるでしょう。で、放射線は福島にとどまらず、医局の健康障害もさまざまなものがあります。首都圏をはじめ広範な地域に影響を与えると考えておかなければならないというのが現状だと思っています。で、もう一つは、汚染が小さか少なかった被曝量でも、人口規模が大きければ同じような健康障害があるということが言えます。それを人シーベルトの単位で健康被害、まあ、これがを考える時の一つの考えですけれども、まあ、集団積算性でこの掛け算が同じところは同じような健康被害を考えておかなければならないという考えですから、福島ほど被爆線量がなかったも、例えば福島の10分の1の被爆線量であっても人口規模が10倍ある首都圏なんかでは同じような健康被害が起こるだろうということを考えておかなければならない。日本全体考えれば福島県よりも被爆線量が少なければ圧倒的に人口規模が多い、
東日本全体で起こる健康被害の方が福島で起こる健康被害よりも規模としては大きくなってくるということが、まあ、考えておかなければならないということになります。で、まあ、福島の接種方針で言えばこの濃度の10分の1ぐらいのところはこの茨城県の北部や南部や千葉県のこういうところでは十分あるわけで、そこでは人口規模は福島の例えば中通りの10倍以上あるわけですから、中通りで起こっているようなことは起こるだろうということを考えて対策を組まなければならないことになろうと思います。で、ただもう一つここで言う集団の話は集団として社会としてその被害の発生の予防や不幸にして発症した人に対する治療医療の保障がいるということを意味しますが、個人としてはその発症率というのは非常に小さなので10万人白血病で言えば10万人1人とか甲状腺がんでいけばまあなんとか5000人に1人、ただ今の福島のいわゆる、先ほど申し上げた日本は全国的に非常にこう1600人に1人とかということですけど非常にそれは高いですけど、それでも全員では何人に1人数千人に1人という程度ですから、一人一人を考えるとリスクはそう高くないので過度に明日病気になるということを考える必要はないと思います。まあ、十分な注意、検診を受けて健康状態に注意していくということの対応が必要だということになると思いますが、社会としてはその予防と対応が必要ということになって、少し個人の確率と社会の確率を分けて整理しておくことが必要かと思います。で、対応として何をするかということですが、やっぱり、被爆のリスクの高いところからは被爆の軽減策をする、現実ならば避難をできるならば避難をするということは正しい判断だと思います。そして避難を個人的なこととして今日本では避難がされています。例えば関西に来られて避難の方の健康相談会とかしていますが、完全に個人の問題としていわゆる例えば母子だけで避難になってしまう、お父さんは福島や東日本に残ってしまう、生計をそれで守る、で学校もで家も居住も変わる、生計も倍かかる、お父さんは月に一度高い交通費で休みを取って会いに来なければならない、親族の問題、老人介護の問題、さまざまなことが全部その家族が背負い込んだ上で避難するかどうかの決断をしなければならない、場合によって家族の反対の中で母子として決断をしなければ非常に困難を強いられている。本来避難の権利として避難をしようと思えばどなたの人にもそれができるだけの条件と、まあ、それの権利が与えられていたということは必要なことだと思います。避難された方については孤立化をさせてはならない支援が必要だと思います。から、まあ、全員が避難できるわけではありませんから、福島もしくは汚染した地域に生活を残らざるを得なかった人についてはやはり一定期間その地域を離れるということはという意味があることだ、雇用は意味があると言われてますので、積極的に活用して夏休みいろんな期間に使う、そのための個人の負担ではなくって公的なサポートで雇用ができるということは大事なことだと思います。それから毎日少しずつの食べ物の蓄積が影響するわけですから、安全な食材の確保をする、特に保育所や学校の給食などは安全な食材が集団として食べるものですから必要になってくるところだと思います。それからその中で大事なことだと私たちが放射線の健康診断というのが非常に大事だということです。で放射線の健康被害というのは先ほど申しました、例えば白血病であれば10万人に1人とか、そういうこうたくさんの人の中から1人見つかるような健康障害です。で甲状腺がんについても、まあ、何千人に1人ということですから、今1つの医療機関が検診をして、まあ、頑張ってやっても1年間に何百人という人です。その中から異常を見つけたってそれがすぐどうかということを、まあ、それをなかなか立証することは難しいです。放射線汚染の高かった地域からの発生率と低かった地域からの発生率と、まあ、できれば汚染がなかったところの地域からの発生率を比べて、汚染が高いところでは発生が高いということをもってその因果関係を、まあ、証明していく、もしくは事故の前後で発生率が高いということを調べて、まあ、見ていく、それがまあチェルノブイリで、チェルノブイリの人たちが汚染が隠されてしまったので、その完璧証明ができないだろう、被爆線量に基づく健康被害でないだろうという形の、まあ、非難、それを否定する、まあ、大学生が国連科学委員会や ICRP のところからされた中で、チェルノブイリの人たちがそれが違うという健康被害なんだ、放射線障害なんだということを認め、まあ、立証してきたのも、こういう汚染の高さ、低さによって発症率が違うとか、事故の前後での発症率を比べることから、まあ、それを証明しようと思ってやってきて、現場の人たちはそれを、まあ、
論文にまとめ発表し、あのチェルノブイリの2011年のチェルノブイリの被害の全容というヤブロンゴフラの本になっているわけです、ね、そのことは日本によって我々が今後していく上で非常に大事です。それと、こう広く集めてさまざまな健康障害について調査を行う必要がある。それはだから個人のレベルじゃなくって自治体に調査を求めて広範に行ってそれを継続的に進めていって残していくということが大事なので、それはやはり健康診断としてやっていく必要がある。さらにそれを避難者や市民が監修して公開させてやっていく、そういうことが必要なんだろうと思います。で、まあ、これが私たちがやっている健康診断100名証明ということですね。そして、今後の、まあ、ただ単純に向けて検診など医療体制であるということで、甲状腺がんについては使用量把握で19歳以下は今県民健康管理調査がありますが、19歳以上の年齢層とか福島県外の住民の人に対する甲状腺がんの使用量把握が必要です。甲状腺以外のがん、外がんの疾患への調査と対策が必要で、今後対応で広範な健康障害が生じるということで、そのための健康診断医療体制の充実が必要です。20ミリシーベント以下の地域に検討されている期間計画は、まあ、持っているのか展開するんだと思いますし、リスクの高い人からやはり避難の計画や実施を検討するということは、やはり一つの対策として取るべき重要なことだと思っています。そして、まあ、完璧な治療と保障ということでいくと、まあ、甲状腺がん103人が発見されて、すでに57人が手術を受けています。治療に関しては科学的根拠に基づく最善の医療が受けられるように必要な意見を聞くことがセカンドオピニオンを言いますが、受けられるような体制を保障すべきですし、その内容については客観的な第三者の検証が行えるように、その医療情報については公開を求めてやはり検証すべきです。で、今のいわゆるこう閉鎖的なその状態を公開の検討委員会にすら出さないという今の福島県のやり方については批判されるべきだと思います。それからさまざまな健康被害について科学的な治療法保障など、また患者にできる限りの援助体制を社会全体として早急に検討する必要があると思います。で、まとめですが、甲状腺がんの異常多発があって異常事態です。で、手術例の多発となっています。多発を否定するスクリーン効果説にはもはや科学的根拠がないというのはさらに明らかになっています。甲状腺がんの多発の事実は今後の多様で広範な健康被害の発生を意味しますし、そのための被爆軽減策、放射能健康診断や科学的な治療法、保障などの援助体制が重要になっているということがますます明らかになってきていると思います。これが今日の報告のまとめであります。どうもご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。まだだいぶ時間ありますので、今の河松さんの講演に対する質問、これまた若干時間とって質疑を行います。ご自由に手を挙げて発言を皆さんしてください。私はですね、大学で自分で署名を集めている学生の者ですけど、今日お聞きした中でですね、以前からこれはどういうふうに考えたらいいんだろうと思ったことをお聞きしたいと思います。福島県は前回の調査をもとに浜通りと中通りと会津地方の10万人に対する発生率は同じだからスクリーン効果であると、それは先ほどのチェルノブイリと同じ割合だから逆にもうチェルノブイリと同じくらい匹敵するぐらい発生しているんだということだったんですけども、逆に僕とかはこの問題、そういった発表がなされているときに、僕自身素人ですので、どう考えたらいいんだろうと思ったときに、特に中通りとかだと福島県の、人口 の数も大きく違うんですが、例えば福島県と二本松市で発生率が全然大きく変わっているので、そういった点で発生率の例えば福島県だとか二本松市だとか、そういった様々な中通り地域でもその市町村ごとの発生率の違いでスクリーニング効果ではないということは主張できないのかなと思うんですが、その点教えていただけますでしょうか。お願いいたします。他に質問ありますか。どうでしょうか。なければ、今の方の質問に対する見解、ご意見をお願いいたします。質問ありが
あ、ご質問ありがとうございました。あのこの表のことでご発言いただいたわけですね。その前、これはあの単純に福島県の発見を人口、まあ、一次検診の受診者をこれで見て、二次検診が全部終わってませんので、二次検診があとたたくこうやったら 23% 終わってないので 23% 同じ終わったら、まあ、同じ率で発生したらここまでいくよという意味で、エンジン色はそれで補正をして足しているわけですけども、まあ、それがありますが、まあ、発生率でいくと、まあ、こうなるんですね。あの2011年のところは多発かどうか、そうですね、多発かどうかを認めるのは、一つはその日本の、まあ、メートル原理みたいな、甲状腺がんならこんだけ出てるのが標準だよというか基準があるんですね。でそれはあの国立がんセンターの統計です。それに比べて何倍高いかというのを見てもらって、これが浜通りですよね。それから中通りの二本松市が高い、だから60何倍高い、60倍高い、こう出てきますので、まあ、これが、まあ、多発かどうか、発生率、国のがん統計に比べて何倍高いという発生率の高さを見て、これで見ると、まあ、浜通りが高くって、中通りの、まあ、一番汚染が高かった地域が高いという形で出ます。でこれはまあ、そういう、これはただ、1年目は原発から、事故から1年に調査しています。ここは2年目に調査しています。この地域は3年目に調査をしたので、まあ、各々がんが出てから発症するまでの潜伏期1年、2年、3年と与えてこうちょ書いてるわけですけれども、まあ、それが一番の発生が高いかどうかを比べる時の、まあ、率やと思います。でこれはまあそういう考慮してなくって、まあ、この何というか単純にこれは3年間で発生、2年間で、1年間で発生、そのままで、まあ、比べて、まあ、向こうが言う発生率に比べても、それは県内差がないことを意味するんではなくて、もう高いということを意味するデータですよという意味で、まあ、これは提示をした。さらにこれはそれをもうちょっと、まあ、発生、潜伏期、発生から、できてから、発症までの潜伏期間の考慮して、まあ、何倍高いかを見たと。こういう具合で考えていただいて、まあ、もう一つ今日のポイントである、うん、もう手術している例がもうすごく高いというので、日本の標準の、まあ、最大手術したという日本の標準から比べて十数倍から30倍高いというのはもう異常な高さでしょうと、まあ、この2つで、まあ、特にこのことについては彼は嘘を言ってきたわけですから、まあ、そのことで言うのが一番発揮するんじゃないかと、主に2つで攻めたらいいんじゃないかと思っているところです。ありがとうございました。今の質問でいいですか。はい、ありがとうございます。はい、今の関連ちょっといい、マイクを回してください。お願いします。今の、ご質問にあったのは地域別の比較なんですけども、福島県が発表しているのでも、がんの発見率は会津の方は確かにちょっと低いと言ってるんですね。それで、いわばその市町村別で、ある程度地域で重ねてみると、やっぱり会津は大体10万人に当たり、20人台なんですね。だけど、日本松のあたりは60人レベルです。だからすごいやっぱり、はっきり違いはあるんです。はい、ありがとうございます。やっぱり大丈夫です。いいですか。はい、はい、すみません、マイクをこちらの方にお願いいたします。高松さん、ありがとうございました。ちょっといくつか質問なんですが、2011年に浜通りの調査ができたっていうか、結構8割までのお子さんの調査ができたっていう統計になってますけども、いち早くこう逃げざるを得なかったり、お家が倒壊されたりしてる人多いと思うんですが、ちょっとどんなふうにして県は8割近くしたのかなっていうのをちょっと思ったのと、
それとですね、何ですかね、会津地方は低いっていうのが今ちょっと話にも出ましたけど、すごくこう女性もガンガンやってて、こう何て言うんですか、放射能濃度も年々こう上がってるっていうのを何人もの方から現地で今回も聞いたもんですから、今後のちょっと高松先生を含めて慰問研の先生方の方での予測として、私は会津も含めてすごい症例、お子さんの症例が出てくるんじゃないかなっていうのは危惧があるんですが、その点をちょっとご存知だったら教えていただきたいのと、あと県は依然として当時0から18歳までのお子さんしか対象にしてませんが、お母さん方の中に違う要望っていうかね、その後生まれてるお子さんとか、当時19歳以上のお子さんとかのもうぜひ検査してほしいっていう要望があるんではないかなっていうのと思うんですが、ちょっと分かる範囲で教えていただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。いくつか私も分からないところがありますので、一時検診の受診率が8割だということの、ここら辺で、その浜通りのいわゆる避難地域になっている13市町村の地域ですね、多くの人は避難、だからしてるのね、避難地域ですから、ただその避難してるしてないに分けてどうだったかとか、それについて発表されてないので分からないんです。例えば避難したのが、例えば中通りに避難しておったら、中通りもたくさん発症してるわけですから、中通りも、高かったかもしれないし、それ以外のところに避難して、要するに避難先によって違いがあるのかとかですね、避難した時期、もうその、3月10日すぐ避難したか、しばらくいてから避難したか、そんなによってもきっと違いがあるので、そういうのをきちっと分析すれば避難したことによる意味が分かってくる可能性はあるんですね。多くの人はそのことを知りたいと思ってるわけですけれども、そういうことは一切明らかにされていないというので、分からないわけです。そういうのを本来の調査であるならば、被爆の影響を見るための調査で計画するならば、先ほど丸双葉町がしてたように避難のありなしで結果が分かるような計画にして、その結果をまとめればそれが見えるので、逆に言ったらそういうことを見せたくないので、そういうことを一切しない調査になっているということなんだと思うんですけれども、それから会津地方については、私もまだ会津地方の結果が全部分かっていません。で、まだ一時受診率が6割3人に2人もいってない、で二次検診も3人に2人もいってない、あとこれが空いてくるとこの数値は変わるわけですから、合図がどうなるかはまだちょっと開けてみないとわからないだろうと思っています。それからあとお母さん方の、要するに甲状腺がんの治療の時の発生率は、発生率ということで言うと子供多いですけども、人口の大きさからいくと患者の発生数は19歳以上の20代30代の方が甲状腺がん多かったわけですね。だから当然福島だってそうなってくるだろうと考えておかなきゃいけないわけですね。それと当然19歳、20代、30代の甲状腺がん検診は、されなければならない。だから実際そういうことは、計画されてない。それはいわゆる県民健康管理調査が、要するに健康被害を明らかにするためにデザインされたのではなくって、不安があるから、不安に対して対応したってるから、最低限どこでいいじゃないかという、そういう設計になってることから来るものだと思います。それは極めて不当なものだと思うんですけども、それから事故後に生まれた人たちの検査ということで、事故後に生まれた子どもたちへの影響を考える上では、事故後に生まれた子どもたちについてもきちっとしたその手帳を保護するなり登録するなりして、そういう希望の人についてはきちっと健康状態を取っていくというのは必要なことですし、実際チェルノブイリの後はウクライナやベラルーシ、ロシアではそういう一定の、要するに避難地域にいてた人、避難地域から避難した人、それから陸上の子どもたちについてはそういう登録制度のもとに国家がずっと追うという法律があって、一生涯追うわけですね。そういうことに比べたら日本はいかにそういうことから、言ったらかけ離れた政策をしているか、その根本は不安対策をしているだけであって、健康障害が起こるなんてことは旗から考えてないし、それを前提とした計画でないということからされている事実だと、そのことをまず何か変更させるということが、基本だと思います。呼べでしょうか。他にもご質問とかないでしょうか。はい、どうぞ。私福島なので分かるんですけど、浜通り、中通り、会津なんですよね。それで
中通りと二本松今放射能が多いって言いましたよね。あそこは盆地地帯なんですよ。盆地、山、放射能がぶつかってそこに放射能が降りんでないかという噂があるんです。浜通りではそうでもないけど、だから会津の方も今は割と放射能が少ないと思うんです。中通りはちょうど盆地なんですよ、二本松とか。だからあの辺に放射能が例えば山にぶつかってその辺に落ちるから一番多いのかなっていう噂は私たちはの仲間では喋ってるんです。だから二本松とか郡山の方は割と甲状腺のがんが多いですと私は思いましたけど、先生どうでしょうか。やっぱり盆地関係ありますか。福島の地理的状況がわからないのであれですけども、まあ、これですよね。ここでこれはセシウムですけれども、まあ、言われるのはここで、まあ、言ったら事故が起こった。放射能の雲はどう流れかというと、9割は、まあ、太平洋側に流れてですね、偏西風があって温暖、日本は温帯に存在しているというので常に西から東に風が吹く。さらに太平洋の東側に面したところでの事故だったので9割は太平洋側に抜けたので陸地は 10% の被害だったと言われているんですね。ただ西風だけが吹いてたんではなくて南東から北西に吹いた風の日もあった。そのために飯舘村は高度な汚染をした。それは阿武隈山系に当たるのポンと当たってそのまま中通りを下って、そして栃木群馬から、まあ、埼玉から東京に至る、まあ、ブルームがあった。それがまあここを汚染させた。で接種部では結構の汚染がある。そのことがこのいわゆる甲状腺がんが二本松や本宮というところが高いという理由に一つなるんだろうということは、まあ、皆さんおっしゃるところですね。と同時に、まあ、南向きにもいわき市からいわゆる茨城から千葉に抜けたブルームがあって、それは、まあ、131は高かったんではないかという意見もあって、当然いわき市の発生もあるということですね。ですから、まあ、そういうのがいくつか、まあ、流れと放射線各種と当然おのおののその日の地形と雨の降り方とかあるので、3月の11日か15日ぐらいのことでいわゆるこう放射能の、まあ、沈着があっただろうということが、まあ、甲状腺がんの発生から見て結果として汚染がその時期にあっただろう。汚染がある理由としてはおのおのの、まあ、地理的気象的条件が関係するだろうということで、まあ、言われているのは聞きますけど、詳細のところは残念ながら私それにはちょっとご説明できないところで申し訳ありません。他にご意見ありますか。はい、はい、マイクを回し上げてください。今更なんですけど、甲状腺がんというのは要素による、被曝というかによる、まあ、被害というふうに理解していたんです。で、先ほど先生の話の中で2011年12年こう一時期を受けてそのしたらこういうふうになって、その1年ぐらいでそのそういうがんの、まあ、大きさになるというか、でその時に発生したものだっていうふうに考えられるんだっていうふうに、それで親が言ってるんで、その年を除いてやっぱりがん患者の方が増えてるっていうふうに見てるっていうことを聞いたんです。で、私全然わかんないです。その時被曝したことが1年後、2年後、3年後に発症しているというふうに理解したらいいですか。それともその後その何かでその何て言うんですか、がんがですね、その様子の関係で言うとですね、よくそうなんか8日間ぐらいでなんか半減期を迎えてみたいなことで言うと影響はあるけども、その一番その接種の高に比べてそのまあ体内が出ていくのが早い。でもその今2013年3年後にそういう形で増えてるっていうのを考え方もある。どう考えてるのかとかちょっと医学的なことが分からなくてですね、なんでそういう何年か経ってからそのことが増えていくのかが分からないかったんです。私に答えられる範囲に答えます。甲状腺がんの原因として起こる放射線各種は何かということで、それは I131 がまあ一番強く言われて、それは事故の時に吸入する汚染ですね、吸入することで内部被曝を
する。それからあと食べ物によって食べ物によって内部被曝をするというのが一つ、吸入によるものと食べ物。それとあと例えば今日が甲状腺がんの報告とかでそのための推定を書いていますが、20%、30% は外部被曝だ、要するにセシウムの帰りだということですね。そういうことを書いていますので、放射性要素が一番だろうと思いますけれども、その後の外部被曝による汚染も、被曝もあるだろうという形で考えて、それから1年目、2年目、3年目の発症するのは、主に放射性、I131 を最初の、8日に半減期が半分になっていくまで最初の時期に吸ったことが一番大きな影響だと思いますけれども、それによる影響は、1年目で見つかってくるがん、2年目で見つかる、3年目、検診を1年目に全部する、2年目に全部する、3年目に全部する、検診をもし福島がしてたら、1年目にどれだけおのおの地域で出た、2年目に出た、3年目に出たというのは分かるんですが、これはもう1年目には避難地域しかしなかった、2年目に中通りしかした。これはセシウムの濃度の高さで設計されていると聞いています。そうした。だから、見つかるのは1年目に見つかった、2年目に見つかった、3年目に見つかった人しか分からないんですね。ただ、3年目に見つかった、例えば、いわき市の人は実は1年目に出てたかもしれない。そう可能性はあるんですけども、それは言ったら、ただ症状で大きくなったら見つかるやろうけども、超音波で見つかっているので、一部では小さい人もいるけど、かなりはもう手術するほどの人が見つかっているので、大きな人だったと言われているわけですけれども、ですから、その1年目、2年目、3年見つかるのが、前例が1年で育った、2年、3年育ったということで、たまたま発見がそこだったということで、1年目にうまくもうちょっと本人が気づいてて、検査を早く受ければ見つかってた人も、ある部分はいてるかもしれないけれども、結果としては検診が1年目、2年目、3年目にされたので、1年目、2年目、3年目に見つかる。症状で出る人は、3年目の人は1年目であれば見つかるだろうから、症状で見つかるほどの人は1年目には少なかっただろうと、そういう予測しか立たないですね。でもし1年目、3年目前例してたら、その1年目、2年目、3年目の浜通り、中通り、会津地区の発見率は出てくるわけですけど、それはしてないので、それは分からない。もうそれは推測でしか見ることはないだろう。で、あとは甲状腺がんの発生の地域の発見率の高さで、要素の汚染の影響の方が大きいのか、セシウム汚染とか、いろいろ議論してはるんですね。それは現実では分からないというところで、当然要素で一番強く起こって、後からのセシウムでも、がん予防が起こるだろうと言われてて、そういうことを全部避けるということが大事なんだということに、現実の対応としてはなるということに整理できるんじゃないかと、私の頭の中でしてるんですけど、これちょっと追加ということで自信がありません。医務系の林と申します。今 のご質問はとっても大事なことでしてですね、当初僕たちは甲状腺がんが出た時にその問題だから避難するかどうかっていうことになりますよね。避難もともかく避難しましょうっていうことを主張するのかどうかっていう点でとっても悩んだんです。で今高松さんが言ったようなちょっと少しはっきりしないところもあるんだけれども、やっぱり外部被曝、セシウムのように外部被曝がですね、要素がなくなった後も残っているところでは悪さをするかもしれないから、それはできるだけ避けるべきだという、ことを主張してきたわけですけど、ただ先ほど、見ましたチェルノブイリので5名っていうところ、とっても汚染の強かったところですね。でこれで見てみますとですね、そうですね、それとても高いです。その前に出たの。前にですね。もう一個、さっきパッパッパッとか、これ、はい。これの上から2つですね、これは5メルで、5メルとか、調査してるんですけども、2つともね、非常に高いところだったんだけども、まだ胎児でもなかった お腹にもおらんかった、その、事故の後に妊娠して出産した子供たちを調べたんですね。そうするともうほとんど、これで3万5千人ぐらいですかね。それで調べてる3万 OK
計算がちょうど3万1000ぐらいですけども、ゼロだったわけですよね。こういうのを考えますとですね、やっぱり、圧倒的に内響は I131 によるものではないかと思ってます。で、WHO は結構外部被曝を言うんですけども、ICRP に代表される彼らの学者たちはですね、内部被曝をできるだけ認めようとしないんですね。むしろ外部被曝で説明しようとする場合がとても強いです。ですからチェルノブイリにも当初の ICRP の係数で計算した人数よりもですね、ずっと多くの甲状腺がん患者が出たわけですね。でそういうことを考えれば、やはり甲状腺がんについては I131 がほとんどじゃないかと僕は考えています。でただもちろんセシウムによってですね、さまざまな害が起こっているわけですけども、今福島の人たちではっきりしているのは、赤ちゃん妊娠して流産と乳児の死亡率がですね、やはり高くなってきているとか、あるいは今週間、月間高の時期なんですけど、あるいは心臓についてですね、ちょっと増えてるんじゃないかとかいうようなことも、岡山大学の津田先生、次の宝島に出る方には岡山大学の津田先生もちょっと噛んだような記事も出るそうです。そういうのを我々今公式に発表されているデータからできるだけ具体的な被害の実態をですね、明らかにするような作業をやっていこうというふうに思っています。以上です。もう約4時に近くなりましたので、質疑は一応ここで一旦終わりまして、次にですね、今日の環境省交渉